วัสดีค่ะสวัสดีครับพี่จอยครับสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะสวัสดีผู้ชมครับผมค่ะสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่รายการ Kawasaki Station นะครับซึ่งเป็น EP ที่4แล้วนะครับสำหรับรายการ Kawasaki Station ของเราซึ่งสำหรับ EP นี้เราก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากแฟนๆชาว Kawasaki เช่นเดิมนะคะโดยใน EP นี้เราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญไม่ธรรมดาครับพี่จอยแขกรับเชิญรายนี้ของเรานะคะมีดีกรีเป็นถึงระดับแชมป์เอเชียว้าวครับผมเขาเคยลงทำการแข่งขันในรุ่นซุปเปอร์สปอร์ต 600cc แล้วก็เคยร่วมลงทำการแข่งขันในรายการระดับโลกอย่าง World Superbike นั่นเองครับผมใช่ค่ะแล้วก็ไม่เพียงเท่านี้นะคะท่านนี้ยังเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จของนักแข่งด้วยเช่นกันนะคะครับพี่จอยอยากรู้ไหมครับเดียอยากรู้แล้วครับโอเคพี่จอยพาใครมาครับวันนี้ไม่ต้องช้าเลยนะเชิญพบกับคุณคาสกิคุณโชรัตเลยค่ะみなさんもどうもこんにちは、川崎モータースエンタープライズ藤原勝明です、私は今ですねマーケティング部長と、川崎タイランドレーシングチームマネージャーをやっております。อยากรู้มากเลยครับพี่จอยถึงประวัติคุณฟูจิวาระของเรานะครับ8歳からバイク乗り始めて、まず、まあそこからミニバイク、50cc のバイクとか 100cc のバイクを乗りながら、16歳で免許取りました。日本のレギュレーションはですね、16歳、免許がないと国際レースに出れないんですね。で、その免許を取った年にですね、練習しまして、125cc、今でいう GP3 のバイクですね。で、そのレースをやりながら、いろんな選手権を優勝し、チャンピオン取りまして、17歳の時に、多分タイでもすごい有名だと思いますけど、鈴鹿4時間耐久ロードレース、8時間耐久の前にある、これをですね高校生の時に高校生コンビで優勝しました。17歳で鈴鹿4時間を勝った後に、一番下のクラスから国際A級という一番上のカテゴリーまでいきなり上がりました。その後ですね、今でいう全日本選手権 250cc クラスに上がりまして、でそれを2年間戦いました。18歳の時に国際A級に上がりました。その後はですね 250cc クラスを走りながら95年に川崎レーシングチームに入りました。2010年まで世界選手権に、ワールドグランプリ、ワールドスーパーバイク、ワールドスーパースポーツのクラスにですね、ずっといました。で、その頃にですね、ちょうどバイクブームがアジアがすごく盛り上がってきてる。で、本社からアジアロード選手権を開催すると、参戦すると。まあ、アジアロード選手権2011年から4年間参戦したんですけども、まあ、2011年にアジアタイトルを取りました。それで2014年を現役最後の年にしました。2015年から川崎レーシングチームとティームグリーン、そのレーシングコーチとして4年間そのコーチングとして指導してました。でその後ですね、去年から川崎モーターセンタープライスの社員となりました。ก็ได้ทราบประวัติแบ็คกราวด์นะคะของคุณฟูจิวาระกันไปแล้วนะคะคราวนี้คุณฟูจิวาระบอกว่าปีที่แล้วเพิ่งย้ายมาร่วมงานกับคาวาซากิประเทศไทยคุณฟูจิวาระมีหน้าที่อะไรบ้างですね、主にマーケティングの仕事が主ですけども、まあ、川崎レーシングチームもですね、マーケティングの仕事の一環ですよね。というのはですね、レーシングチームというのもそのいかに川崎忍者ブランドの向上のための知ってもらうためのアピールの場所であるので、まあ、そういうこともマーケティングの中の一環の仕事です。それとですね、こうやってマーケティングの中でこういう上位にしてもディアにしてもですね、このマーケティング このアクティビティいろんなことやってますけども、これはですね、いかにこのお客様が楽しんでいただける場所を提供するか、ロードレースもそうですし、その川崎レーシングチャンピオンシップ、エンデューロ、いろんなものもそうですけど、そういうところでそういかに楽しくバイクを乗ってもらうか、こういう場所を提供することだったり、今後はですね、新しいお客様をどういうふうに川崎のファンに導いていくか、こういう戦略をですね、こうみんなと考えていると、こうレースのね、こう組み立て方みたいなにちょっと似ているなと。まあ簡単ではないんだけども、この今そういうレースでないところの戦略を考えるのがすごく今楽しいなと思っています。
あのですね、今までこうレースやってきてこうレースやめちゃったから寂しくないかとか言われるんですけど、全くそんなことがなくて、私は今ですね、川崎モーターセンタープラスでこの今の職場、私の今役職にしてもそうですけど、今人生の中で一番楽しいかもしれませんね。タイのライダー、世界に行けるぐらいポテンシャルを持ってると思うんですね。で、私が今までレーシングライダーとしてこう経験してきたこと、例えばライディング、セットアップ、いろんなもの、プロライダーとして の, この思い、どうしなければいけないのか、まあ、こういうのをですね、少しずつ彼たちとこうお互いに教え合って、その一番大事なのはね、すごくレースに対して2人ともね、ノートも CK もですけど、貪欲、すごい勝ちに対して、優勝に対してすごく思いがある、これがすごくいいなと思ってます。簡単には言えないんですけど、私自身がもうプロライダー以外の道はないと思ってレースをやってきました。 100% プロライダーになりたいという強い思いを持っててほしいなと思います。プロライダーというのはですね、あのメーカーと契約して、その走ることに対してお金をもらえますね。そうなので、やっぱりあの勝ちたい、チャンピオン取りたい、そういう目的、自分自身がどうプロレーサーでいたいかという、これがすごい大事なことなんですね。なので、あの例えばプロになりたいと思えば、プロになるためにどうしなければならないか、トレーニングもそうですし、バイクの知識もそうだし、そのいろんなことがプロレーサーには必要なので、もしプロレーサーになりたいと思えば、どんなことを勉強して、その常に勝つ、チャンピオンを持つという目的でやれば、間違いなく願いを叶うと思います。เป็นยังไงกันบ้างคะก็หวังว่าทุกคนคงจะได้รู้จักกับคุณคาซึกิฟูจิวระกันเพิ่มขึ้นแล้วนะคะจากประวัติที่ได้สัมภาษณ์ไปเมื่อสักครู่แต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะคุณฟูจิวระยังจะมาต่อในเอพิโซดถัดไปเพื่อจะมาแนะนำฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆของรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ของคาวาซากิที่เพิ่งเปิดตัวไปนะคะนั่นก็คือ Ninja ZX25R นะคะก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ